宇都宮市立城三世小学校は、栃木県宇都宮市小賀市町にある小規模特任校の公立小学校。周辺には、江戸時代から数百人を指導する塾があり、教育を重んじる地域だった。2019年3月22日に公開されたドキュメンタリー映画、奇跡の小学校の物語この学校はなくさない、は、城山西章を舞台とした作品である。 監督は、阿鼻子渡るが務め、これを縁にコロナウイルス感染症の流行により、開館できない、宇都宮市立南図書館が、竹松は平著の絵本、気分な物語の朗読を収録する際に、阿鼻子が撮影を務めた。映画のナレーションはダイヤモンド、ダビデの星、ユカエが担当した。城山西小学校園形画像中央の木が、講子桜2004年に、当時の校長が、 城山西章へ、不妊前の職場の上司でもあった初家の桜井隆史、1日に学校を救うために協力要請し、桜井は退職後は芸術サロン的な場を作ろうと思い描いており、これを城山西章で実現させようと、彫刻家の加スヤケ舞踏家の妻木律子、陶芸家の林香織くん、こと演奏者の枠文子に声をかけて文化人の会を結成。授業や、 サタデースクールで講師を担当するなど、折に触れて密接に関わっている。ありがとうございます。